フィレットをつけないポールとフィレットをつけたポール2つの部材を溶接した部分にフィレットが見られることが多いフィレットとは機械工学の分野において角の部分を丸める加工である。角を平面に加工する場合はシーメントリーと呼ばれる。幾何学的に見た場合内側の角にフィレットをつけた場合は 角のラインが大型の曲線を描き、外側の角にフィレットを付けた場合は、角のラインが突型の曲線を描く。なお外側の角のフィレットは、フィレットと呼ばれるよりもアールメントリと呼ばれるのが一般的である。フィレットは溶接、ハンダ付け、ロー付けを行った場所によく見られる。ソリッドモデリングを採用したカナダドルソフトウェアを利用すれば、フィレットコマンドを呼び出して、 対象のエッジを選択するだけで部品のフィレットをささっと設計することができる。二つのシンプルな平面のフィーチャーを接続するスムースなエッジを作ることはコンピュータにとっては普通は全く造作もないことで人間のユーザーが指示すればすぐ完了する。カナダドルで設計された部品にこのようなフィーチャーが含まれていた場合、あとは CNC 加工機を使えば 自動で製造してくれる。それぞれのカナダドルソフトにおいて同じ操作に対して異なる名称を使用している。ありがとうございます。